ダイエットしたいなって思って365日って方もいるかもしれないし2024年は痩せる痩せたいみたいなね。皆さんこんにちは、ラントリップ編集部のはるかです。今日もナイスランスポーツ MC の岡田です。さあ本日は健康的に痩せる5つの習慣お伝えしていきます。いやー来ました。なんかねダイエットしたいなって思って365日って方もいるかもしれないしちょうどねなんていうんですか、年末年始って暴飲暴食とか忙しくて、はい、体重太りがちなんです。ちょっと2024年は痩せる痩せたいみたいなね気合入ってるタイミングかもしれない。健康的に痩せる、はい、まあ、5つの習慣を私が調べてきたので、なんか怖いよ聞くのがゾクゾクするよ。はい、今日はお伝えしていきたいと思います。ありがとうございます、はい、まず1つ目、睡眠は7時間取りましょう、なるほど、はい、2つ目が朝にランニングしましょう。おお、朝ね、はい、で3つ目が、1日に水を 1.5 リットル飲みましょう。で4つ目が早めに夕食を取る。早めに早めに、はいはいはい、で最後5つ目が、タンパク質を毎食バランスよく取るというところになっておりますので、少し細かくご紹介していきたいと思います。詳細をね、はい、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。まず1つ目、睡眠は7時間取ると。これできてない人もそうどうですか ね、お忙しかったりそうですね、いろいろ付き合いもあったりとかね、あるですよね、はい、僕も7っていうのすごい意識はするんですけど、やっぱ結構取れる日、はい、取れない日結構何がありますね。睡眠時間がやっぱり短いと、食欲増進ホルモンっていう、グレリンっていうホルモンが、グレリン、グレリンっていうのがあるんですけど、そのグレリンが通常より 15% 増える。ほう。で逆に食欲を抑制してくれるホルモンが減ってしまうっていう結果が、実験結果がありまして。なるほど、はい、つまり睡眠不足になるともっと食べたいって思うってことだ。そうなんですよ。でもちょっと分かりません、なんかお腹空きますよね。空いてるし、なんか食べても食べてもって時とかあるじゃあ睡眠を削ってダイエットをするっていうのも間違いだった。ちょっと違うんですよ、はい、ちゃんと寝ないと食欲を抑えられないよ、はい、でスリープトレーナーの平野真理さんが、まあ、過去にね動画を出していて、はい、まあ、あの実験では5時間の睡眠の群と、まあ、8時間のね睡眠の群で比較をしていったりするんですけど、はい、でもランナーは特にやっぱり運動もしてるので、そう、ね、7時間から 7.5 時間は欲しいということでした。欲しい欲しい欲しいよ欲しいですよね、むしろ欲しいですよね。頑張って寝ましょう、頑張って寝ましょう、はい、あとは同じトレーニングをしても筋肉の方が減ってしまったっていう、あー、そういうことね、ケースもあるので、まあ、筋肉をつけたい方はぜひ睡眠も大事にしてみてください。はい、もう早速耳が痛いです、はい、よく眠ります、じゃあ、はい、続いて2つ目、はい、朝にランニングをする。おー、これ朝なんですね。朝なんですよ、はいはい、まあ、2つ理由があって、まず1つ目が脂肪燃焼率が高いということで、朝起きてすぐっていうのはエネルギー源の、まあ、グリコーゲンっていうのが蓄えられてる物質があるんですけど、それが枯渇している状態なので、確かにその脂肪の方を燃やしてエネルギーとしていくんですね。あ、そういうことですね、はい、なので脂肪を燃やしたい方は朝がおすすめということです、うん、いいですね、はい、朝ラン習慣。そうなんですよ。あとやっぱり代謝のいい一日をスタートできるっていうところで、やっぱり朝は体を動かすと、その後 5,6 時間っていうのは代謝のいい時間が続いているそうで、いいゴールデンタイムが始まるんですね。そうなんですよ、燃やすぜっていう、燃やすぜっていう時間なので、その燃やすぜっていう時間に1日のやっぱり昼間とか、おやつとかそういう時間も含めてもらう方が、完食しても OK っていうか。そっか、だからランチとか結構ボリューミーなもの食べる方とか多いじゃないですか、はいはいはい、その朝ゴールデン、朝走って燃焼を高めておくとハイカロリーなものとかも、はい、おお、いいですね。そうなんですよ、代謝がいい状態っていうことですね。あとやっぱり朝日を浴びると体の体内時計が整うので、自律神経の整う日々がね過ごせるということなので、ぜひその太陽の力も借りてください。借りて体内時計整えてください、はい、ということでした、うん、はい、で3つ目が水を1日 1.5 リットル飲むと、いうことなんですけれども、結構どうですか皆さん、水を気にしてる、いっぱい飲んでるって方も多いかもしれないです。痩せるっていうところに関してやっぱこの水って関わってくるんですね。そうなんですね、これアメリカの実験があって、水を1日 1.5 リットル飲むだけで、まあ、12週間後に体重を測ったところ、まあ、平均 4.3 キロ、え、すごいね、減少したっていうところ、およそ3ヶ月で。そうなんです、水を飲むだけで。ただポイントがあって、毎食30分前に500ミリリットルを飲んで、そこから
食事を取ったっていうような。あ、そういうこと、はい、っていう実験があるんですね。実験があるんですよ。なるほどなるほど。という実験の結果があると。そうなんですよ。でも確かに食事の前にね、ってやったら、まあなんかちょっと変わる気はする。乱された気がしますよね。する、はい、それ以上食後の血糖値の上昇っていうのを抑えるっていう。あ、これも大事ですね。脂肪がつきづらい体を維持するっていう意味ではね、うん、次4つ目いきます。はい、早めに夕食を取る。これが難しいんですよ。先生、難しいですよね。難しいんですけど、じゃあ背景をね説明しますね。はい、B01 っていう体内時計を機能させる遺伝子があるんですけど。遺伝子の名前ですか。そうなんですよ。B01、はい、でその B01 っていうのは脂肪の蓄積を促すっていう特徴と、うんうんうん、その B01 が最も働くのが22時、夜の22時から2時までっていう特徴を持ってるんですね。はいはい、つまり早めに夕食を済ませて、うん、22時にはできるだけ消化吸収っていうのが終わっている状態っていうのが理想なんですね。うんうんうん、ってことはやっぱ18時とか19時とかには食べておきたいってことですか。はい、そうなんですよ。これかなかなか、これちょっと頑張る。そうですね、変えよう。毎日は難しいかもしれないですけど、うん、例えばその早く夕方に食べるか夜食べるかでなんか迷ってたりとか。ああ、そうね、そういうタイミングがあればぜひもう早めに夕方に食べてしまって。そうですね、はい、消化吸収を終わらせとくっていうところが大事なようです。大事ですね。はい、お仕事が忙しいから家帰って夕飯がちょっと遅いとか、うん、そしたら夕方にガツッと食べちゃう。食べて夜はもうリラックス寝るっていう。夜ランする人とかだから、その前に食べておいて夜ランして、まあ、ちょっと補給するぐらいの感じとか。そうですね。で最後5つ目が、タンパク質を毎食バランスよく摂るですね。なんかやっぱタンパク質なんですね。はい、これランナーは本当に意識しないといけないものですよね。うん、そうですね。筋肉の材料となるのはタンパク質っていうところと、基礎代謝も上げるにやっぱり筋肉量が増えると代謝が良くなる。そうですね。ので筋肉つけないといけない。筋肉つけないといけない。うん、で日本人の食事摂取基準っていうのがありまして、はい、それによると一般の人が1日に必要とするタンパク質は体重1キロあたり 0.8g なんですね。うん、なるほど。ほいほい。なので例えば60キロの方だったら1日あたり 48g。おー、普通の人でそれぐらい必要だと。はい、はい、そうなんですよ。 48g、 8g タンパク質なんか取ってる気はしますけど、うん、でも卵で言ったら、うん、大体 7.7 個分くらい。めっちゃ食べるやん。卵めっちゃ食うやん。取ってます。 7.7 個。いや 7.7 個分はいってるか分かんないな。いってない日もありそうですよね。うん、かつそのランナーだったらもっとね、はい、運動してる、ね、筋肉つけたいってなったらもっと食べたいですよね。もっと食べないといけないかもしれないと。いやそうでしょうね。そしたらだからもっと積極的に卵を食べた方がいいってことですか。そう、卵とかお肉とか、まあ、いろいろもタンパク質ね、豆腐とかいろいろありますから、はい、豆系でもありますから。ただもうポイントがあって、うん、やっぱりこの1回で、摂取できる量には限度があるので、1回の食事で摂取できるタンパク質は体重1キロあたり 0.25g から 0.3g と言われているんですね。はい、でそれに例えば、60キロの方で考えるとそれかける60になるので、はい、うん、1回の食事でいうと 15g から 20g。 なるほどね。なんですよ。だからそれ以上頑張って、だから1回でさっき言った 50g とかを取るぜって言って、夕飯で大量に肉食べるぜ、じゃあダメだと。はい、焼肉づくぜじゃなくて、で下3食とかでその食事分けて、はい、1回に15から20個ね取って、はい、はい、分かりましたっていうところなので、朝食から昼食夜っていうところで毎食バランスよくっていうところがポイントでした。なるほど。ありがとうございます。はい、でも確かになんか3回に分けて15から20って聞く方が取りやすいなって気はしました。うんうんうん、まさに習慣ですよね。そうなんです。1日やれば痩せるわけではないですし、うん、だから2024年ちょっと痩せたいな、ダイエットしたいな、そのためにちょっとランニングもちょっと頑張ろうかなっていうね、いろんなモチベーションがあると思うんですけど、はい、ランニングも、まあ、タイムだけじゃなくて体重を落として、うんうんうん、理想の体になりたい5つ
5つぜひランとともにね覚えていただいて、はい、1つでもねできるところから始めていただければと思います。はい、僕はじゃあ7時間確保なるべく頑張るのと、はい、夕食早めます。あ、ちょっと遅いんで夕食早めます。私はタンパク質をもう少し、あ、取りたいなと思います。足りてない気がしたので、はい、取りましょう。取っていきたいと思います。皆さんはどうでしょうか。気になるものを教えてください。はい、はい、ということでね、この質問が参考になった方、いいねやね、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。これからも健康的に、そう、これが大事、はい、そのために走ってますから我々。そうですね、そうなんですよ。楽しく過ごしていきましょう。はい、それではまた次の動画で会いしましょう。バイバイ。